ウルバルステールとカルラはアイスランドの男子サッカーシステムにおいて最上位に位置するリーグである。冬の寒さが厳しいため日本の J リーグと同様に春秋制を採用している。アイスランドサッカー協会によって運営され12クラブが活動している。UEFA ランキングでは41位に位置づけられている。2009年4月27日、KSE は同国で ペプシコーラを生産している、ウルゲルジ人社と3年間のスポンサー契約を結んだ、ため、ペプシデールディンと呼ばれるようになった。このリーグは12のクラブで構成している。ホームアウェイの2回戦争あたり方式を採用。全日程終了後、下位2チームは1、デールとカルラに、自動降格。その代わり1、デールとカルラの上位2チームが、自動昇格する。 アイスランドサッカー協会は国内リーグの強化を図るべく2008年に参加クラブを10から12に増やした。それにより2007年度はウルバルステールと再位のみを降格、1テールとカルラから上位3チームを昇格させた。優勝回数は KR の26回を筆頭にバルルの20回ヤトフラムの各18回と続く。現在のチャンピオンは FH である。 レイキャビークコーパボグルガルザバイルハフナルフィオルズルハフナルフィオルズル FHBV ガルザバイルストヤルナンコーパボグルブレイザブリクレイキャビークフィオルニルフラムフィルキル KR バルルビキングルケプラビークトル2014シーズン所属クラブの所在地ありがとうございます